前回のドスクラ、全滅したかと思われていたハチさんに生き残りがいました。ハチさんを繁殖させつつ、ハチミツやハニカムが採取できるハチミツ無限製造機を作成するドズボン、深夜に生放送でドズルが作業を進めたこともあり、無事完成しました。村にチンチコって書いたのキヨキヨさんかな。どうもドズルです。そしてボンジュール、ボンジュールだったのです。どうもです。ということで本日もこちらドズボンのマインクラフト実況をやっていきたいと思いま す。よろしくお願いいたしま す。ということで、ボンさん、今回のアップデートでね、ハチさんが、出てきました。出てきました。かわいいかわいいハチさん。前回の動画でこの、あ、ボンさん、話しはないと。おのは怖い、おのは怖い。おのは怖い、ボンさん。あ、オッケーオッケー。これなんですか。これで、じゃあハチ逃げないかな、大丈夫かな。かわいいね、一生懸命育ててるハチがね、逃げたら、お前ら。逃げたら本当遠く行くんですよね。本当にね。よし。はい、よしよしよし。入って、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。こちら蜂がね、どん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 増えているんですけれども、そうなんです。蜂さんに蜂蜜をね、積んできてもらって、うん、その蜂蜜を搾取する、機械でございます。今みたいな感じでピコンってこう明かりがつくと、まあ、蜂蜜新しくできましたよっていう、うん、新しくできましたよ。で前回の、動画でこれ作ったんですけど、さらに回収装置もね、作って、まあ、これほっぱつなげただけなんですけど、ここにね、蜂蜜入りの瓶が、あ、でも外から取れるようにしたんだ。いや、これいいでしょ。だって毎回さ、こう蜂いないかなとか、そう、確かに逃げないかなとかってやるのちょっとめんどっちいんで、こんな感じでここからね取れるようにしたのと、あと空き瓶回収装置も作りました。空き瓶回収装置ここに空き瓶を入れとくと、はい、勝手に中に装填される。あ、うん、まあ、そんな感じで、作ったんですけれども、まあ、それはもうホッパーの力ですからいや本当にさっき話しててね、うちら鉄いっぱいあってよかったねってこれよこれよ、もう力づく装置でも何でもない、力技がすぎるマジで、マジでこれは力技、これはすごい。もうゴーレムさんに毎日も僕合唱してますから、はい、感謝しております。よろしくお願いします。上も下もゴーレム、下もこれゴーレム、あ、花もね、花もゴーレム、ポッパもゴーレム、他の花を植えてくださいって言われてたんですけど、いや僕たちポピー大好きなんです。本当ポピーが大好き、ポピー大好きですから。というところで、じゃあ今日はですね、この蜂蜜入りの瓶、はい、これを使って、ちょっとね、あのいろいろ遊んでいきたいと思うんですけど、どうやら新しいブロックができたらしいんですよ。蜂蜜ブロックって聞いたんですけど、蜂蜜ブロック、ボンさん見ました？見てない、まだね。なんか面白いブロックらしいんですよ。見たことないんですよ、まだ。じゃあいきますよ、作りますよ、はい、作るのはどうやるの？これはね、瓶を、瓶ごと消費するのかな。あ、瓶ごとか、瓶ごといっちゃうんで、いきますよ、はい、これで、瓶回収できた。いいシステムだな、ほんといいシステムだわそんな褒めるとこじゃない、そこはちょっと待って、ボンさん、ちょっと待って、4つで、これ濃い、あ、4か、ちょっと待って、4つ、16個あるでしょ、はい、16個で、瓶、あ、瓶ちゃんと下に回収されてる、オッケー。いや、これいいですね。瓶が返ってくるのはすごい。空き瓶のリサイクルっていうのは一番大事ですから。牛乳屋さんとかね。牛乳屋さんとか、ほら、36個ちゃんと返ってくる。あ、まだある、まだある。これを、じゃあ全部一回、蜂蜜ブロックにしちゃいます。結構いって、48瓶で ?48 瓶で13個。いや、まあ、そう、すぐね、すぐその量産化を目指しなさんなと。結構蜂蜜ブロックって重いですね。アップデート入ってから3日ぐらいですよ。確かに、ね、まあ、そうでしょ。ここからだから最効率のやつをどんどん作っていく、うんうん、でここに空き瓶を入れとくと、まあ、戻しておくと、そうまた装填してくれるから、はあ、便利。これ便利でしょ。まあ、あのホッパーがある方は使ってみてください、はい、でよ、でそれいいんですよ。この蜂蜜ブロックが何になるんですか。すごい特徴が面白いと。いきますよ。まずこれがそのスライムブロックと一緒で、スライムブロックの色違いみたいな、色違いみたいな感じで、その、うん、吸収してくれるらしいんですよね。ちょっと乗ってみます。ボインボインボイン、あ、いや、あんまりね、分かんないな。あ、でも確かにジャンプ力落ちてる。分かる、はいはいはい、若干分かりづらいか。なんかうまいこと、はい、じゃあちょっとエリトラで飛んで着地しましょう。あ、エリさすがにそれはもうむずい、むずいむずいかもしれない。いや、ちょっと待って、あ、分かった分かった、はいはい、フジジェットの下にこう、はい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 、これだったらいけるでしょ。置いて置いて、でそこに着地すれば、ね、
よしよし、じゃあポンさん登っといてください。僕ちゃんと設置してから登ります。どこに着きます？上からじゃ絶対見えないから。あの下下は分かってる。下は分かってるんだよ。下に着きます。下は分かってる。どこ、下のどこ、どの辺よ。ドズンゲリオン発信 1.15 バージョンアップ、バージョンアップした、もちろんバージョンアップした、もちろんバージョンアップした。じゃあ行きますか。どっち向きだっけな。こっち、あー違うかな、こっち。いや本当だって。適当じゃん。見える見える見える、下に下見えるから。行くよ行くよ、僕から行くよ。はい、行って行って。ボス絶対下でよ。行きます。絶対下ない絶対下ない。ほっ、うわーやばい、怖い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 。今さ、今一瞬、一瞬なんか行ったと思った。床に刺さったんだけど今。一瞬今、床に刺さったんだけど今。無事着地した雰囲気で。行ったと、いや行ったと思った、惜しい。ボンさんの番です。行きます。お願いします。Go。さあちゃんと着地できるかボンさん。来るのか来るのか来るのか。お、おお。死なない。素晴らしい。どうどう、マジマジマジ、完璧でございます。完璧でございます。あ、そう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 、すげえ。着地のボン、着地のボン、まず正直、はい、あの死ぬと思った。あの着地できないと思ったので。なんで死ぬと思った。見てた、取れた。完璧でございます。できるんだぞ。すごい。これはすごい。いやでもあのダメージを吸収してくる蜂蜜ブロックが優秀ですね。はい、確かに。それは言ってる、はい、それは言ってる。で、ちょっと待ってよ。こういうの通販であったな。卵が落ちても大丈夫みたいな。ね、卵が落ちても大丈夫な通販って何？何が何の？いや、クッションで。一回から卵落ちても大丈夫みたいな。一緒よ、一緒よ。でもさ、今回なんですけど、蜂蜜をね。蜂蜜ってただその吸収するだけだったら別にスライムと変わらないじゃないですか。蜂蜜すごい面白い特性があって、うん、この横にも判定があるんですよ。え、どういうことかっていうと、どういうこと、ほらちょっとわかるかな。まず横をそもそも登れるわ。え、登れる、あ、ちょっとずつ、ちょっとベトベトな原理。本当だ。これ登れる、いや登れはしないのか。でもジャンプしてハハ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 ハ。実はこのブロックのすごい面白いポイントなんじゃないかって言われてて、どうやって使うかというと、何ができるの？例えばよ、これもちょっと僕まだ自分でやったことないんでできるかどうか分かんないですけど、ちょっと準備します。はい、衝撃吸収するって言うからね、はいはい、横からエリトラでね、ほうほう、ロケット使って突っ込んだら、はい、めっちゃ減った。え、あ、そうなんだ。めっちゃ減った。横は吸収してくれないんだ。吸収力弱い。あ、吸収力弱いか。まあ、確か横だったらだってね、エリトラ着地装置みたいなの作れるからね。確かに。じゃあちょっと今回作っていくのが、これちょっと本来は蜂蜜ブロックでも全然いいんですけど、こんな感じで真ん中に穴を開けますね。でここに水を入れると、水の中はもちろん当たり前ですけど、こうやって中に入れるかな、水の中に入ったり登ったり、これはまあ簡単、当たり前でしょ、これ当たり前じゃないですか。で、ここだと、まあ、もちろん登れないですよね。はいはいはい、もちろんなんですけど、蜂蜜と蜂蜜の間、ここは登れるんですよ。なんで？いやだからこうちょっとこの水感ちょっと下立ってんの。そう、ちょっと下立ってんの。そことそこは無理でしょ。無理、ここ無理でしょ。なんでこれ登れんの。ここも もちろん無理なんですよ。ただここの蜂蜜と、蜂蜜と蜂蜜の間、何これ、これが使えるから、これをうまく使ったら蜂蜜エレベーターができるわけ。そうだね、ちょうどいいね。ちょうどいい。だから蜂蜜のしかも上がりたいとこまで上がって降りたいとこで調整できる。はい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 、確かにゆるっと、これすごいいいんですよ。すごい、これ登れも下りも簡単。さらに今回は、これ水まだあれなんですけど、下にサンド、ソウルサンドか、ソウルサンドで上昇の、水流を作ってあげると、かなりこの登るスピードも速くなるんじゃないかなみたいな。なるほどね。そういうところもちょっと検証していきましょうか。じゃあ僕ソウルサンド持ってきますわ。すごいこれ。よし、ボンさん今回は、ソウルサンドか、
ソウルサンドで上昇気流ができましたので、はいはい、これ中の水はねすごいスピードで上に行ってるんですよ。なるほど。だからここも同じだったらすごいスピードでピュンって上に行けるロジック。おー、いける。おー、しかもジャンプ何もしなくていい。ほら、触らなくていい。やってやってやって、見て見て、やって後ろから、後ろから歩いていくよ。うん、ウェイ。どの姿勢でもいけるっていう。ウェイ。いや、これ3マスだからちょっとしょぼいけど、これ大量に作ったらだって相当すごいスピードで上まで。いや、いけます、いけます。一緒でしょ、多分これ。フジジェットスピードと、蜂蜜エレベーターだから。うお、フジジェットスピードで、フジジェットのスピードと同じスピードで上まで上がれるから、これめっちゃいいよ。これめっちゃいいよ、坊さん。めっちゃいい。作ろう、ハチミツジェット作ろう。やったー、超えよう、フジジェット超えよう。早く早く、作ろう作ろう作ろう。ハチミツがあと7個しかない。あと7個しかない、ハチミツが。ないの。いや、ない。全自動ハチミツ、全自動ハチミツ機はない。あ、だからちょっとハチミツを待たないといけない。ちょっと鉄とハチミツ交換してくれる。あの、いないの、村人は。ハチミツ職人、ハチミツ職人、もう鉄出す、鉄出すわ。鉄出すか。鉄出すわって、鉄大事にしてないでしょ、ボンさん。鉄出すやめなさい、なんか鉄大事にしないみたいな。あ、でもこのバカしてる間に12個できてた。あ、オッケーオッケー。これちょっと少しでもハチミツブロックに変えていこう。村人の攻撃増えてるかもしれんじゃん。え、あ、そういうこと。そう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 、ハチミツと攻撃してくれる。そんなことあるかな。探してくるわ。お願いお願い。ハチミツ好きの、新しいハチミツ好きの村人。ボンさん、今ね、僕たちが持ってるハチミツが、はいはい、まあ、合計こう6個と10個し、16個しかないんですよ。1段上げるの2個必要なの、ね、2個必要ですね。あと5段しか上げられない、ね、いや、だから今回はちょっとフジジェットを ゆくゆくはね、ハチミツジェット、ほう、ハチジェット作っていきたいな、ハチジェット、うんうんうん、作っていきたいなと思うんだけど、今回はちょっとさすがに無理だから、家の中に、ああ、いいね、いいね、いいね。蜂蜜エレベーター。じゃあ、ボンさん、ここのに、地下に、行くエレベーターをちょっと作っていきます。うん、あれ？これ地下、まさか？地下じゃない説？もうまだ。ああ、でもちょうど骨ブロックあるから、おそらく繋がってる。ああ、ちょうどいい、ちょうどいい。ああ、ちょうどいいわ、これ。いいとこ、いいとこ。いいとこ、いいとこ、いいとこ。ここを上から繋いでいきますね。ここが蜂蜜ゾーン。ジャンプできないから置けない、置けないんだ、置けないんだ。で、ここ水ゾーンの、ここをちょっと骨ゾーンにしますか。で、今回はちょっと簡易版だけど、ここに水を置いて、そうすると、何連れてきたんですか。うわ、ゴーレムの使い手や。どうしたんですか、やめてください。何をしようとしてるんですか。違う、ゴーレムもできんのかなと思って、同じようになんかゴーレムスーッて上がれんのかなと思って。あ、確かに。そう、それはちょっと気になる。あ、じゃあそっち、地下から連れてきて、地下から連れてきて。ごめんごめん、ご邪魔したわ。上昇気流を作った方がいいね、それだったらね。そう、昆布置いとくね。昆布、あ、ありがとう。昆布をじゃあ中央置いて、一回水源を作ります。水源上まで作って、そっからこのソウルサンドを置くと上昇気流が、おい、できましたね。 OK、 よし、これでおそらくいた、このうまく蜂蜜エレベーターを使うと急速に登れてゆっくり下がれると。完璧ですね。あともう2マス必要か。あともう2マスだ。蜂蜜を取ってきます。よし、ボンさん、ちょっと簡易版ですが、はいはい、一旦これでおそらく、おお、いいね、いいね、こうやって地下にすぐ降りれるし、いい、まあ、作業した後に、いい感じ、作業した後にこれで爆速で上がれると、はいはいはい、あ、ここまでしか上がれないか、ここまでしか上がれないと上にはいけないから、ちょっと1マス削りますか。まだ足りないんだ。もう1マス足りないけど、ちょっと今回蜂蜜がね足りないんで、1マス削っときますわ。はちみつが整い次第あれしましょう。もう1マス上げますか、追加しましょう、上げ底しましょう。あれ、え、どうした。なんでゴールも上に上がって消えたかと思って。あ、ボンさんのね、人権実態かな。人権実態、まあね、ボンさんがその要はゴーレムを上に、おお、頭引っかかんな、頭引っかかる。え、まあでもいけるわ、いけますね、いけるわ。え、これうまく使ったら、これ本当村人とか、はいはいはい、ゴーレムとか、いろんなものを人を運ぶ。今までゴーレム、はい、ゴーレムトラップ、はい、落とすものだと思ったでしょ。上げる時代来るよ。上げる時代来るよ、ゴーレムトラップ。新しい、ね、新しいアイアンゴーレムトラップでしょ。だからこの上に、はい、
だってマグマ頭やればそうねそうね、ゴーレムだけは上がって燃やされ る最悪じゃねえか上げる意味マジでない、上げるゴーレム上げる意味はマジでないから来るよ来るよ、来ないと思いますけど、まあ、もしかしたらね、うん、将来的にこのハチミツブロックがマイクラを変えるかもしれない、しないですね、いうところで、じゃあ本日、の動画はね、こちらハチミツブロックを使ったハチミツエレベーターでございます。これはマジでいいです、ね、いやいい、今後本当実用的でもっともっといろんな使い道があると思うんで、ぜひね皆さんハチミツを使ったハチミツブロックを使った、いろいろな装置だったり、まあ、これドズボン作ってないよみたいなあったらね、コメントで教えていただけると幸いでございます。お願いします、よろしくお願いいたします。というところで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。次回カズさん、いつものです。